前日に引き続き今日も広い範囲でゲリラ雷雨に注意が必要ですね。はい、今日も広い範囲で、はい、ゲリラ雷雨の発生が予想されます。午前9時の予想天気図をご覧いただきますと、日本海の北部に高気圧があって、そして日本のはるか南海上には2つの熱帯低気圧があります。で、本州付近には低気圧も前線も何もないようですけれども、はい、実はここで大規模に風がぶつかっているんですね。これは12時頃の風のシミュレーションに風の流れとシアラインを書き込んでみたものなんですけれども、太平洋側からの東もしくは南東の風、日本海の北部にある高気圧からの北寄りの風がちょうど九州から四国、紀伊半島、そして本州中部を通って東北地方に至るまで長い距離にわたって、この東もしくは南東の風と北風がぶつかる赤の一点破線で示したシアラインというものが発生する予想です。はい、で、このシアラインのところで風がぶつかることによって上昇して雨雲が発達をすると、積乱雲が発達をするということになりそうなんですね。はい、で、少し余談ですけれども、ちょうど長野県の中央部のあたりには L と書きました。特にここで低気圧が発達をするようなんですけれども、これは夏の蒸し暑い日に必ず発生する松本平低気圧という名前もついているんですけれども、はい、局地的な大きな熱的低気圧、ヒートローと言いますけれども、このヒートローが発達する予想です。で、このために今日も各地でにわか雨や雷雨となりまして、午前9時から進めていきますと、だいたい14時から15時頃がピークになりそうです。東北地方から東日本、そして西日本の主に内陸の山沿いが中心ですけれども、はい、一部は平地でも降水が予想されています。具体的には大阪平野、そして名古屋付近でも夕方頃にはにわか雨や雷雨の可能性がありますし、今のところあまり強い降水予想がないように見える東京都心付近でもよく見ると降水予想がありますので、夕方頃には突然のゲリラ雷雨となる可能性があります。はい、この先広い範囲で午後は天気急変に注意をしてください。この先の雨雲の予想やゲリラ雷雨の情報につきましては、天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。